はい、皆さんこんにちは、堀米です。ですね、今回はお知らせになります。はい、本日10月10日から、僕の、まずホームページというものを、作りました。で、内容なんですけど、まず、オンラインショップあります。オンラインショップはまだ今準備中なので、中は見れないんですけど、もう少しで公開できるんじゃないかなと思ってます。そういうグッズとかね、例えばタオルとかもそうだし、今いろいろとなんていうんですかね、どんなものがいいのかなとか考えながら今作ってますので、そこはもう少しお待ちください。今後どんどん展開していきたいなと思ってます、オンラインショップに関してはね。はい、でオンラインショップがあって、であとですね、ファンコミュニティというものを作りました。それは有料になるんですけど、誰でも広く浅く参加できる、インスタライブとか、YouTube とは別に、ダイレクトにですね、オンラインでもお話ししたいなと思ってまして、今コロナで今ちょっと難しいんですけど、その収まればオフ会というか、そういうのもやったり、会員になってくれた方限定で、いろいろ特典も用意しているので、はい、そちらの方もぜひチェックしていただけたらなと思います。ずっともう結構前からいろいろと、作ってやってたので、はい、ホームページもそうだし、めちゃくちゃいい仕上がり、シンプルで、すごい見やすいものになってますので、多くの方に見ていただきたいなと思ってます。はい、でもこれからはですね、もう基本的にその、YouTube はもちろんやるんですけど、そのファンコミュニティの方ですね、そちらの方も、YouTube と、同じぐらい、力を入れて、よりね、活動、いろいろどんどんやっていきたいなと思ってます。この前、先日の誕生日でもたくさんプレゼントもいただいて、ダイレクトにお話ししたいなということで、ファンコミュニティっていうものを、前から作りたかったんですけど、はい、やっと作ることができました。今、限定12人なんですよ。なのでちょっと、早い者順っていうか、そういう風になってしまうので、一人でも多くの方に入っていただけたら嬉しいです。どん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 バージョンアップしていく予定で、もう本当にいろんな、特典もさっき話したように入ってますので、ぜひチェックしてみてください。で、このホームページから、そのファンコミュニティというのにも飛べるんですけど、もうホームページがもうメインで、ホームページから YouTube だったり、TikTok もそうだし、あとファンコミュニティとかオンラインショップとか、あと問い合わせというか、はい、何かあったら、そういう問い合わせとかもそうだし、それも全てもうホームページ上で今後やっていく予定なので、そのホームページに関しては、そのリンクはインスタグラムのプロフィールのリンクのところにホームページ貼ってますので、ぜひ見てみてください。こんな感じですかね。はい、ということで以上お知らせでした。